行くぞ。いいかい？今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えばヴィランだけどね、残された方はたまんないわよ。どれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。じゃあ始めましょうか。なんだ？これは。ただ力をぶつけ合うなんてこの場にふさわしくないわ。何をしてくる気だ。もう恋は関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは？来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。よし、行くぞ。ここはこれね。これだ。
トでお互いの命運をかけた勝負をしましょう。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろ。構わないわよ。そういう人にはペナルティーを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティーらしいけど、どうする？あら、ルールを破ったわね。ならペナルティーを受けてもらう。これはペナルティーよ。ジョーカー大丈夫か？これがペナルティー？ルールを守れない者には容赦しない。それが社会というものよ。ジョーカー体力少ないよ。ここはペルソナでしょ。やるわ。落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか選んでちょうだい。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。かけるの？選んだ？なら結果を見てみましょう。やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョーカー。本当か？どういうイカ様だ？なるほどな。確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。舐めた真似を。なら言い逃れできないようイカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。お姉ちゃんを止めましょう。この銃でもなるべく近づけば。私ならいつでも行けるよ。僕に任せてくれ。必ず命中させる。期待しててよ。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わってる。毎回賭けの対象は変わるってことだな。射撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの？
今度こそ予想が当たるといいわね。これはルーレット盤が変化した。こうして、さっきまででは比較できない戦闘力だ。油断するなよ。テルスマン、よし。テルスマン、これでどう？私は勝つんだ。この違いを見せてやる。来て、はい、私の正義は示した。悪を裁くためならばその心を壊してもいいと。くれ、連動属性の攻撃が来るかもしれん。警戒しろ。ターニア、そこか。ペルソナ、これでどう？僕の恐ろしさを味わえ。ペルソナ、ご覧あそばせ。ペルソナ！ペルソナ！容赦しない！ペルソナ！はっ！おとなしくしろ！こうです！で、ペルソナ、ティアーッ！ペルソナ、ご覧あそばせ。勝利こそ正義、そのためなら何をしたっていい。勝てば官軍、そうでしょ。私はどんなことがあっても勝ち続けなければならないのよ。姉ちゃん、どうして？で、行け、パワーアップ！よし！ここはペルソナね。はい。これを。うん、ありがとう。
僕の恐ろしさを味わえ。シャドウにそこまで。黙って。すまない。俺らお宝探してくるわ。マコト、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。私の正義、思い出して昔のお姉ちゃんを。私は新島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。探偵の僕がまさか怪盗なんてね。そうだね。そして君たちは怪盗から足を洗う、そういう約束のはずだよ。忘れないでね。長居は無用だぜ。平気か。大丈夫、行こう。あ、敵の反応、いつの間に外に集まってきてる。マジか。どうなってやがる。なんて数だ。やばくない。主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる。何か起きてんのか。まだ来る。放っておくと危険だ。ん、とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。別れて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気。よせよクイーン。こいつ無口だけど一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろ、お前なら。無茶しないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。
誰かいるぞ。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。なんだ。とにかくこっちのことは心配無用だ。逃げ切ることだけ考えてくれ。それにしても、さっき大勢の客の上でアイリス姿を晒したのはうまい陽動だった。さすがはチョーカーだ。スカルじゃこうはいかないね。意識が低いからだ。うっせえお稲荷。あそこだ。やっちゃって、ジョーカの中のもう一人の汝で再びお目にかかった。よくぞここまで回想を進めた。あの春、汝は怒りに打ち震うこの力を覚醒した。さあ、目の前の敵を打ち倒すがいい。今の汝の力で。戦力比較問題なし。ジョーカー、そのまま倒しちゃって。何時の運命はもうすぐ定まる。最後までよく思い出してみるがいい。何時が築いてきた仲間との絆を。何時の運命がこの先もまだ続くのだ。いずれまた会おう。
し。ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ、妙な反応の正体。仮を作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは一緒に戦うの久しぶりですね。今度は私が先輩を助ける番です。さあ勝ちましょう。これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし、回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。よし行くぞ。じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまでしてくれるね。無茶なんだから、ダック。うん、あっ
事はな。恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現任、現行犯逮捕。